東日本旅客鉄道 JR 東日本企画株式会社 JR 東日本企画は東京都渋谷区に本社を置く日本の総合広告代理店東日本旅客鉄道の戦略市会社第1号として発足 JR 東日本グループの中核企業の一社一般的には JR 東日本グループのハウスエージェンシー及び JR 東日本の交通媒体を管理する媒体者として認知されているが、近年は一般企業を中心とした広告会社としての部門が成長しており、コンテンツビジネスや地方創生を手掛けるソーシャルビジネスが売り上げを牽引している。また、移動車マーケティングや1万人調査、追加ビッグデータを活用したマーケティングビジネスにも取り組んでおり、 日本の総合広告業界において、電通、白報道 a d k に続く第4位の規模に成長している。クリエイティブは、JR スキ,スキー、大人の休日クラブなどの作品を手掛け、TCC 賞を受賞するなどしている。交通媒体は、トレインチャンネル、JD ビジョンを代表とするデジタルサイネージの普及、新型、山手線など、様々なメディアを開発し、 新しいコミュニケーションを創出している。このような多様なビジネス展開と業界での成長を受けて、新卒採用での人気企業ランキングにおいても毎年、上位に名を連ねている。この他にも、ゆりかもめ、臨海線つくばエクスプレスなど、脱手鉄事業者の媒体管理も受け負っている。駅ビル、校内、店舗などの開発も行う。アニメ、 ポケットモンスターの代理店でもあり、JR 東日本とのタイアップ企画である、ポケモンスタンプラリーや第一野製パンが販売している、ポケモンパン、日本マクドナルドが販売している、ハッピーセットのポケモン玩具などの企画運営も行っている。近年では、神様の言う通りや、ストロボエッジ、進撃の巨人アタック ON タイタン、君の名は、などの話題作をはじめ、 多数の映画制作にも関わっているほか、新幹線変形ロボシンカリオン、トレタンズなど、鉄道プロパティを活用したキャラクターを送り出している。略称としては、広告業界内での略称である J 機をもじり、駅にも通じる J 機を使用している。かつては JR 企画の表記であり、2016年現在でも、 ポケットモンスターのコピーライト表記には JR 企画を用いている。ライセンス管理の作品を含む。主にテレビ、東京や TBS 系列のアニメに関わることが多い。大学生を対象としたジェッキー企画コンペティションを開催している。毎年モバイルスイカやトレインチャンネルなど JR 東日本所有のメディアをテーマとして掲げている。 通常の学生向けの企画コンペとは違い、実施を前提としている。人材開発部が中心となっており、インターンシップのような役割も果たしている。就職活動の一環として取り組む学生も多い。ありがとうございます。